にちは、まあやチャンネル前原です。はい、ですね。はい、ということで今ご覧いただいたのはこちらのですね、小さなプロジェクターから投影した映像ですね。はい。これですね、実はお借りしてるんですけれども、はい、こちらですね、レーザービームで投影するプロジェクターなんですね。はい、はい、それで、我々ですね、しばらくお借りしてたんですけれども、どういうふうに使ってたか、エイシン君ちょっと説明してもらえますか。はい、寝る時とか、そういう時に使ってたのね。そうそうそう、うちらはこれをですね、天井に投影させて、はい、映画見たりとか、YouTube の動画を見てたりしてましたね。はい、これがすごい楽しかったよね。うん、うん、これね、本当に遠くまで映るんで、今壁のね、向こう側映ってる、今とんでもなくでっかいエイシン君が映ってるんですけどね、いいと思ってね。そうそうそう、なんでね、これ本当にね、楽しい。うん、うん、今ですね、HDMI のケーブルで繋いでるんですけれども、はい、Wi-Fi 接続で AirPlay のミラーリングで映すこともできるんですが、うん、なぜかそれだと動画がうまく再生できなかったね、うん、なんでか分かんないけど、分かんないね、うん、ただこちらの HDMI 接続する場合は見れました。はい、うん、でこちらのプロジェクターは、はい、明るさが100ルーメン、お、うん、100ルーメンで、解像度は 720p なので、はい、あのフル HD とかブルーレイの動画をここに映しても 720p にサイズが落ちちゃうので、はい、まあ、そんなに綺麗に映るってわけじゃないね、はい、まあ、ただ遠くに映す分には本当に映画っぽく映るんで、うん、これはね、あのね、見てて楽しい本当に、うん、自宅で手軽にこう何映画館が出せるっていうのはね、うん、すごくいいと思いました。ただですね、はい、難点がございまして、こちらHDMI とか、ミラーリングで、このプロジェクターから出すものでして、うん、この内蔵のスピーカーしか音が出せないんですね、うん、それがねちょっと残念。これはねモノラルスピーカーが入ってるんですけど、うん、なんか別個の端子があってまたなんかスピーカーとかにつなげられるとすごくいいなというふうに思いましたね。ちなみにこのプロジェクターは 5.5cm×5.5cm×5.5cm の立方体ですね。すごい、本当にキューブですね、うん、キューブ。そして重さは 195g なのでエイシン君でも余裕で持てますね。ただ落とさないよね、落とさないよね。それでリチウムイオン電池の 4200mAが入ってるので、だいたい映画とかが2時間再生できる、連続再生できるってことですね。あとこちら側にですね、マイクロ USB の端子があるので、これで充電しながらも一応できるみたい、うん、だからまあ長時間できるんじゃない、給電かな、充電じゃなくて、うん、はい、で反対側には先ほどのミニ HDMI の端子だね、はい、それ以外には何もないです。上にボタン、はい、この電源ボタンがあるぐらいですね、はい、それ以外に何もないんだ。シンプルだよね、うん、シンプル、うん、これ基本的にだからもう簡易的なプロジェクター、どちらかというとその何、会社のプレゼンテーションとか、あ、そう、なんか説明するとかそういうものに使うやつだと思う。確かに、で持ち運べるので、はい、まあ、外でも使えるしね、うん、うん、それでですね、これ一番気になるところでしょう、はい、価格ですね、はい、価格は 58,500円ということです。結構するね、結構する。ただまあ使っててすごい楽しかったから、うん、ちょっとね欲しい、パパは、うん、変顔になってるけどちょっと欲しい、うん、うん、でも高いな、高い、58,500円で、もしかしたらまあ場所ところによってはね、これ安く売ってるかもしれないですけども、うん、まあ気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、あ、名前言うの忘れてたね、うん、スマートビームレーザーっていうですね、はい、商品名でございました。大変失礼しました、うん、一番最後になっちゃった、うん、レーザー、うん、そう、レーザーでこう照射するので、だからレーザーでね出す、そう、だから本当にねこの瓶とかにもう映ってるんだけど、綺麗に映ってんだよ文字とかが、うん、これはすごいよね、うん、これ神業ワンダのさ、ここにこれ映そうか、どう映ってる、あ、映った、映ってるね、すっげえ、すごいよこれ、うん、はい、ということで今回はお借りしておりましたスマートビームレーザーでした。はい、ということで、今日の動画がもしよかったなとかすげえなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルと Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらもそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。久しぶりのガジェットレビューでしたね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。